サークルとか行かないんだ。確かに、横滑ってたけど。何のために行ったの？やらないんすかみたいな。今日は全然大丈夫。まあ、まあ、お前、歯見せてねえけど大丈夫かな。ケイタさん、文句が止まらなくなってきた。相当ムカついたな。相当ムカついた。二度と思ってない。これ、一回リセットしたじゃない？多分オープニング、ケタさんの文句から始まるから。こういうやつ、オッケーになるんだ。しかもテロっぽくされるっていう。公開処刑も。自分で編集しながら笑うために。お前のことだぞって。いいか？いや。お前だから、お前。なんか逆に俺の YouTube がなんか炎上しそうな。で、ケタさん連絡取れない。アップしないって言ったじゃないですか。というね、作り話があって面白いですね。編集点作った。フィクションですか？あくまで実話だと思っちゃった。かなりリアルです。ちょっと そのセリフっぽい言い方はちょっと NG です。もう一回言ってもらっていいですか？リアルにお願いします。実話じゃないのそれ。どこ見えないの？誰が言ったんですか？今全部実話ですけどね。肯定して、肯定しちゃった。炎上必死だわ。まだバンもされたことないですか？バンもない。まだ全然上げてないから。1000人行ったことがないんですよ、まだ。再生回数1000人。まだ収益されてない。全く。誰も喋んなくなっちゃったから止めよう。
you're the best I ever had.